グレートソロク、グレートソロク、グレートコジカ、本名、コシカシンヤ、1942年4月28日イ、は、日本のプロレスラー。北海道函館市出身。大日本プロレス会長。少年は1940年ともされる。長らく本名の性の読みは、コジカとされてきたが、75歳の誕生日を迎えた2017年4月28日。 宝楽園ホールでの自身の試合後に、腰下であると公表している。幼少期に父が失明し、小学3年から行商をしながら家計を助けた。中学卒業後、北海道優別町の缶詰工場に就職。17歳の時、後を追いすがる家族を振り切り、一旗あげたいという思いだけを持って、箱田定を目指した。 箱館駅の青函連絡船の待合室で体格の良さを見込んだ九十親方の講演会の人に声をかけられて一緒に乗船。青函連絡船の船中腹いっぱいご馳走され上野駅到着後講演会の人に連れられて和の海部屋に入門することとなる。1963年相撲界を離れ日本プロレスに入団。同年5月9日10月13日説も あり、駒、角太郎戦においてデビュー。当初は本名の小鹿信也として試合をしていたが、1964年からは、豊登りの命名により、小鹿雷蔵にリングネームを変更する。1967年に大熊本寺と共に海外修行で渡米、南部のテネシー地区やジョージア地区などで活動。テネシーでは、同年10月、 同地区版の海世界タク王座をダッシュしている。1968年に大熊がホームシックで帰国した後もフロリダ、デトロイト、ロサンゼルス地区などでシングルプレイヤーとして活躍。卑怯なヒール戦法を駆使して憎まれ役としての存在感を発揮した。ロサンゼルスではミルマス・カラスと交想を繰り広げ、1969年12月19日に カナアミデスマッチでマスカラスを破り、同地区のフラッグシップタイトルだったウィアメリカス、ヘビー級王座を獲得。翌年1月16日にロッキー・ジョンソンに敗れるまで保持した。1970年9月に外戦帰国。アメリカで名乗っていたグレートソロクを、リングネームに同月25日開幕のウィタッグリング戦に吉村同盟と組んで出場した。シリーズ中は、 ジャイアントババやアントニオイノキのパートナーに起用されてメインイベントも務めニックボックウィンクルやアーニー・ラッドとのシングルマッチではアメリカ仕込みのラファイトで反則負けとなるなどの活躍を見せた春のワールドリーグ戦にも1971年の第13回大会と1972年の第14回大会に連続出場いずれも戦績は芳しくなかったものの 第13回大会では、アンジェロ・モスカや、ゴードン・ネルソンから勝利を収めている。1973年3月3日には、松岡岩鉄と組んで、アジアタック王座を獲得したが、当時の日本プロレスは、末期状態であり、4月17日の、キラー・カール・クラップジェリー・モンティとの防衛戦最後に、タイトルは一時封印された。4月20日には、 日本プロレス最後の興行となった群馬県、吉井町大会のメインイベントに出場している、大木金太郎とのタッグで、フリッツ・フォーニエリッククラシャー・リバースと対戦。日本プロレス崩壊後の1973年6月、全日本プロレスに移籍、正式には1976年3月31日までは、日本テレビと3年契約を結んだ上で全日本へ、派遣されており、 1976年4月1日付で、全日本正式所属選手となる。9月より、テキサス州アマリロ地区へサイトベース、カンフーリー、カングエフユー FU リーの、リングネームで、活躍、10月18日にテリー・ファンクから、ムーイ・ウエスタン・ステーツ・ヘビー級王座を奪取する。同地区では、パクソン、サイクロン・ネグロ、JJ ・ディロン、キラー・カール・コックスなどと組み、当時ザ・ファンクスが保持していた。 インターナショナルタッグ王座にも再三挑戦。グリーンボーイ時代のボブバックランドやスタンハンセン、そして日本から武者修行に出ていた鶴田智美とも対戦した。その後は1976年3月26日復活したアジアタッグ王座に大熊本寺と組んで帰り咲く。以降、大熊との名タッグチーム、極道コンビでアンダーカードの一時代を築いた。 ジャイアントババの試合では必ずセコンドについていたほか、一時期はババの運転手も務めていた。また、現役時代からプロモーター業を兼任して、そしてしっかり成功させていたという異色の線であった。自らの引退工業、1988年7月31日、函館市ヨガ台公園陸上競技場特設リング、大会も自分でプロデュースしている。事業家、 小ジカ深夜の出発点である。引退後、地元函館で事業を始める傍ら、プロモーター業を継続。後に、天竜源一郎に壊れて、王の営業部長に就任。巡業ルートの設定などに携わる。また、タレント活動も行っており、意外なところでは、ミュージカルの出演経験がある。同じミュージカルには、女子プロレスを引退していた、ミミハギも出演していた。 1994年12月、ナウ崩壊の浮き目を見ていた剣道長崎や、都藩坂江寺、ナウ社長第二本、統括部長らと共に、横浜市に第二本プロレスを設立し、社長に就任。観客動員に苦戦したことから、1995年に現役復帰。兵隊服を皮切りに、料理の鉄人、ゴルゴ13などのコスプレをして、リングに上がるコスプレ社長として、 注目を浴びた。1997年1月4日には、新日本プロレスの東京ドーム大会に登場、マサ斉藤と対戦した。この時のソロクの衣装はタキシードに、大量の手榴弾をぶら下げたいようなものであった。若手が成長するにつれて、自らがリングに上がることはなくなり、事業家としての活動が主となっている。2003年11月、宮城県仙台市に、 プロレスちゃんこ、ソロクを2006年4月にはホルモンソロク亭をオープンさせた。また、同年3月から始めたソロク自身が運営するブログ、ソロク注意法が大きな話題となり、12月にはそのブログをまとめた著書、クレートジカのソロク注意法から黄金のプロレス伝説、ここにあり、が5月初号から出版された。 同年12月31日に行われた、後楽園ホールでのインディーサミット2006に、大日本プロレス所属選手として、バトルロイヤルに出場。サポートはあったものの優勝を、果たして賞金100万円を獲得。久々に、彼の勇姿が、ファンの前に披露された。2007年4月30日、プロレスチャンコソロックが閉店。開店当初から、地元の新聞、 テレビに頻繁に取り上げられ、駐車場でプロレス大会を開催するなど一時は話題となったが、同年4月末をもって営業を終了した。それと同時に、ソロクは仙台での3年半の単身生活を終え、横浜の自宅へ戻った。続けて、ホルモンソロク邸も同年8月28日に営業を終了した。その後も首都圏に新店舗出店を計画し、 この間にも自転車販売や歌手デビュー、ウェーブカスワ萌え花とのデュエット曲も発売と多くの副業をしようとして団体経営上副業を心よく思わない、都半坂江寺統括部長、当時から妨害工作を受けたりする。2009年からは大日本プロレスに参戦している佐々木隆らが立ち上げたプロレスリングフリーダムズに参戦。バラモン兄弟らと ソロク軍団を結成し、リーダーとして、リングに上がる。同年12月31日から翌元日にかけて、行われた、天下3分の計にも出場。5対5の、ニューリーダー軍 VS ナウリーダー軍の、ニューリーダーとして、高道の国勝利した。また108人が参加した、ロイヤルランブル方式のバトルロイヤルにも20番目の、選手として出場。 途中退場になったものの全盛期を彷彿とさせる、ファイトで観客を大いに沸かせた。2010年7月20日、リホミスター6号と組 DDT の日本海6人、タック選手権を獲得。同年7月25日、同じく、リホ、ミスター6号をパートナーとして、DDT のウわ世界6人、タック選手権、自由が丘広工事会認定6人、タック選手権を獲得した。 なお、この三つのベルトは、同年11月3日、DDT より愛を込めて新規場5周年スペシャル11、31ショートトンリング大会その後で、佐藤光、松永智光、中澤マイケル組に、ソロクが松永にフォールを取られ、ベルトが移動している。2011年7月、大日本プロレス社長を退任、土藩が新社長に就任、代表権のない会長となる。二千十二年、 70歳となっても、現役レスラーとして、リングに登場。6月には23年11ヶ月ぶりに、全日本プロレスに参戦。当時のアジアタッグ王者チームだった、関本大輔岡林雄二と組んで6人タッグマッチに出場し、明けボの、淵正信、浜良太組と対戦した。この時期は、会長職にありながら大日本の試合に、出場しておらず、 また、星野勘九郎と稲葉正人が国道コンビへのリスペクトとして、平成国道コンビを結成する際もソロクには話を通していなかった。しかし、平成国道コンビのタイトルマッチでは、おじきとしてセコンドに立っている。2013年5月2日のプロレスリングフリーダムズの興行では、引退期間があるため公式にはされていないが、日本人選手で、 デビュー50周年を迎えるのは、例がないとして、クレートソロク50周年記念日が行われた。2014年3月13日には同じく、フリーダムズにて、ジウィンガーをパートナーに、KFC タッグ王座を獲得、初代の王者チームとなる。71歳でのチャンピオンは、当時の日本プロレス史上最高齢であった。72歳の誕生日となる同年4月28日には、 久々に大日本プロレスの後楽園大会に平成国道コンビとトリオを組んで出場したが、試合後の挨拶では、僕は知らない間に会長という名を授かり、と会長就任の経緯を語り、リング上にいた、都反社長を崩れ落とした。2015年7月20日の大日本プロレス、両極端、両国国技館大会においては、平成国道コンビを従えて、 横浜ショッピングストリート6人タック王座に挑戦。テキサス式4つ、洋固めで植木、笠見ミからギブアップを奪い、73歳2ヶ月22日でベルトを獲得。日本最高齢タイトルホルダーの記録を大幅に更新した。2017年8月27日、両国国技館で行われた、バング TV 世界ヘビー級選手権試合バトルロイヤル。 16人参加に出場。全日本プロレス45周年を記念したイベントにおいて活躍し、最後は王者の西村治と一気打ちになった。しかし、ドリー・ファンク・ジュニアの乱入によって、横入り式エビ固めで敗退。参加者の一人であったアブドーラ・小林は、これが全日本のやり方か乱入は大日本プロレスでも重大な反則だぞ。許されないぞ。 と憤慨した。2018年8月8日、上野恩師公園屋外ステージで行われた、大日本プロレスの興行において、島重野の保持する、新潟プロレス認定新潟無差別企業座に挑戦。12分17秒、チョークスラムからの硬い火固めでフォール勝ちを収め、76歳でのタイトル獲得という日本国内最年長記録を更新した。 ソロクのシングル王座大会は、1973年10月に、テリー・ファンクから、ウィウェスタン・ステイツ・ヘビー級王座をダッシュして、以来であった。人と同じことはしたくないとの思いから、あえてラフ殺報に専念した。対話役名、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。